はい、どうも皆さんこんにちは、ツラニーです。今日も晴天ということで今日もやっていきたいと思います。説検証シリーズー大人気ということでね、説検証シリーズというのはね、この世間のみんなが気になってる説を僕が検証するというねコーナーなんですけども、喋れない今日は。いや今日はね、もうハイテンションでいこうと思う。だってね、これ確実に成功する説久々です。うお、まあ、最近ね TikTok がめちゃくちゃ流行ってるじゃないですか、はい、であの TikTok パーって見てたらね、まあ、結構流行ってるやつは何回も出てきたりするんですけど、はい、もうしつこいくらい出てくるねやつがあるんですよ。城島茂さんがねすごい出てくるんです。え、 TikTok やられてる。いや TikTok やってるっていうか、とある歌の歌い方が癖があるっていう感じでね TikTok に載せられてるのよ。ちょっとじゃあ海星くん変わってもらっていいですか。 TOKIO の、はい、アンビシャスジャパン、はい、歌ってください。勇者であれ勇者であれふうふうふうあややとやこうなるぜ。最近の若者、城島茂さんのことあややとやって呼んでる説行きつけだねまたこれも。もうマジで TikTok とか YouTube とかもいろんなところでネタにされてんの、うん、そうだね。さすがにね一回はね目に触れたことあるんですよ。でやっぱ俺らはもう昔からやっぱさ TOKIO 知ってるじゃん。知ってますよ。だからやっぱ城島茂さんがあいやいやトゥーやーとあれね本当の歌詞がね I get a true love I get a true love のところをあいやいやトゥーやーって歌ってこう話題になったの。気になる方はねどっかで探してください。ぜひね、ハッシュタグあいやいやトゥーやーで腐るほど出てくるんで。みんなねだから最近 TikTok であいやトゥーヤ流れてくるから、もうだ城島茂さんの名前があややトゥーヤなんじゃないかなってね。違うでしょ。勘違いしてる説がねやっぱ出てるの。今回はもういろんな人にですねこちらの城島茂さんの、まあ、イラストなんですけど、これを見せて名前を聞いて 100% あややトゥーヤって言うっていう検証です。というわけでね、つべこべかべこべしててもあややトゥーヤは生まれないということで早速やっていくんですけど、この説が立証したらどうたら高評価よろしくお願いします。それでは早速やっていくんです。その前に問題です。問題です。パナマ共和国にある 80km ほどある川の名前は何でしょう。ピモン、はい、パナマ運河。毎週火曜26時からはツルニーのクリエイターズ、詳しくはツイッターまで。おねにー、うおすごい。何歳ですか。13歳です。本当に13歳。13歳。携帯持ってる。ああ。TikTok 見ます？よく。見ます。お、何流れてくる？俺選ぶやり方。ジーン。質問変えますね。ジャニーズの中で好きな人います？道枝駿佑。道枝くん？桜井翔くんね。今からですね、とあるジャニーズの人の写真見せるんで、名前答えてください。はい、こちら。こちら。大野智。違う。あ、何？木村匠。あれでしょ？こにゃにこにゃにあ、いいね。終わった。 TikTok よく見ます。見ます。お、何流れてくる。トントンさんとか。トントンさんとかそういうネタ系ネタ系。アンジャッシュ渡る。質問変えます、はい、ジャニーズで好きな人いますか。テゴシ。おぉ、テゴちゃん。テゴシさんね、元ジャニーズか。います。うん、マッスー。マッス。じゃあ男の子ち見ないで。今からとある人の写真見せるんで、誰か答えてください。こちら。城島茂。ありがとうが。今からとあるジャニーズの人の写真見せるんで答えてください。はい、こちら。城島茂。ありがとうが。せーの、こねにこんにちは。すいません、ちょっと顔ちっちゃく映りたいらしいんでね、僕前に出てるんですけども。あ、どう何歳ですか。17です。若っ。 TikTok 見ます。見ます。お、なんか何流れてくる。え、カップル。カップル。あべだばだばばなだで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 だめちゃくちゃおるやん。俺めちゃくちゃ面白い変化できるの。見てくれる。はい。ジャニーズ好きですか。はいはい。お、誰好き。高橋恭平。なにわ男子です。あー。山田くん。あ、座布団運ぶ人。なるほど、じゃあジャニーズ結構知ってる。じゃあちょっとこれ一人ずつ、とあるジャニーズの人の写真見せるんで、はい、名前答えてほしいんで、はい、片方見ないでおいて。いきますよ、はい、こちら。稲田みたい。ありがとうますよ、はい、とあるジャニーズの人の写真見せるんで、はい、答えてください、はい、でこちら秀樹みたいな。こにゃにこんにちは。こんにちは。 TikTok とかよく見ます。あ、見ます。お、何流れてきます。いいやつ。
高速道路の後に。ジャニーズで好きな人います？キンプリの平野翔くん。あ、なるほどね。じゃあ今からとあるジャニーズの人の写真見せるんで誰か答えてください。せーの、アンパン。ありがとう。コニャニー。コニャニー。 TikTok よく見ます？見ます。何流れてくる？ジャニーズです。お、ジャニーズは何流れてる？ジャニーズ？スノーマンとか、もう関ジャニとか、トキオ、ストーンズとか、ストーンズとか、トキオ、ジャニオタ？ジャニオタ。あ、誰推しなんですか？大倉くん。大倉くん、関ジャニエイト。岩本くん。あ、スノーマンの岩本くんね。じゃこれもう簡単かもしんない。今からあのとある人の写真見せるんで答えてください。せーの、バイン。城島茂。ありがとうが。こにゃにー、こにゃにー、こにゃにー。 TikTok 見ます？お、まあ、何流れてくる？これ何だ。好きなTikToker は？葉っぱっていう推しがいるんですよ。え、見たい見たい見たい。これは今ライブやってるよ。コメントしてみ。なんて名前君？タナリクス。タナリクって呼んでって。いや、いでで、いけ。ずっとライブしてますね。あ、無視された。じゃあ、話変わるんですけどジャニーズに好きな人います？いない。ジャニーズ嫌い。ヒップホップ、やっぱりヒップホップが強いて言うならジャニーズで。桜井でしょう。あー、いいね。今から一人一人芸能人の写真見せるんで答えてください。いきますよ。せーの、あ、松崎しげる。ありがとうが。今から写真見せるんで誰か答えてください。はい、ボン。あ、わかる。あの人。あやや、トゥーや。おー、すごい。そうそうそう、今日初最高。というわけでね、はい、まあ、若者であややつや言う人いたじゃん。まあ、で一人だけじゃん。まあそうだね、悔しい。ちょっとね、だからちょっともうちょい上の層で城島茂も知ってて、はい、あややつやも知ってる人、これどっちで言うのかっていうのを検証していきたいと思います。なんで TikTok 見てそうな少し上の世代の方にインタビューしていこうと思います。ね、こんにゃにー。こんにちは。失礼ですが、ご年齢は？もう70近いです。おお、さっきね、あそこに青い光があって、はい、で、多分 UFO じゃないかと思うんだけど、で、いなくなっちゃったのよ。自転車を向こうに置いてくる間にずっと見てて、あの緑色の光でね、ちょっと動いてて、そんで TikTok とか見ます？え、今から、はいはい、とあるジャニーズの方の写真見せるんで。ジャニーズ知ってますか？全然ジャニーズの名前を聞いてるけど、そんな。あ、じゃあもし分かったら答えてください。いきますよ、はいはい、せーの、バン。あの人でしょ、あややちゅうや。